はい、8月の1日に第46回吹田祭りが江坂公園で開催されました。いろんなダンスとかパフォーマンスとか、そして屋台とか、楽しいことはいっぱいあったのですが、映像は撮れませんでした。すいません。なんせ日中の最高気温が38度ということでですね、吹田で38度って珍しいと思うんですよ。本当に暑くてですね、吹田祭りに見に行ったんですけど、駐輪場とか図書館に行ってしまいました。クーラーが効いているところをですね、探しながらさまよってました。はい、で夜の11時半ぐらいなんですけども、江坂公園の中心にやってまいりました。セミがね、夜の11時半なのに鳴いてるんですよ。でこのブルームーンとこの夜中のセミしぐれとのコラボをお楽しみください。ブルームーンなんかちょっといい感じで撮れてるかなと、iPhone OS で撮ってるんですけども、これブルームーンですよ。ブルームーン、セミしぐれと、ああちょっといい感じで句が、俳句読めないですね。やっぱりちょっと熱中症になってましてですね、いい俳句も思い浮かばなくてすいません。セミしぐれ、ブルームーンと夜の11時半に、撮影してますよって感じですかね。ブルームーン結構いい感じで撮れてますね。ブルームーンとセミシグレの、コラボレーションをお楽しみください。夜の11時半に江坂公園で一人で iPhone OS で、撮影しております。